はいどうもこんにちはナ々緒です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は2005年度の横浜市立大学理系の問題です。えー、範囲は、えー、っと数3まで入りますね。これ二項定理が書いてあるので、えー、数2の範囲でできるかというとまあ一応積分をすることになるのでまあこれヒント言ってしまいましたけれども積分をすることになるので一応数3の範囲になるかなと思います。はい。 えとこの二項定理を使ってそのこの二項定理高等式ですねここの x に例えば1を代入したりマイナス1を代入したりとして二、えー、項係数に関する等式がで,できるっていうのはよく知られている方法だと思うんでまあさすがに例えばその k イコール0から、えー、n までの nck の和が2の, k 2の n 乗になるとかこういうのはノーヒントでできないといけないと思いますね。これは分系理系問わずに、えー、と覚えておきたい公式ですね。 えー、マイナス1代入したものだけじゃなくて1を代入したものとか、えー、マイナス1を代入して0になるやつとかね交互に、えー、とプラスマイナスプラスマイナスで、えー、と結果0になるとかそういう公式とかもそのこの2項定理の、えー、と公式に、えー、とマイナス1を代入してできるわけですね。はいでは1番やっていきます。えーと K、1分の1っていうのが出てきてますがこれがちょっとどうしたらいいかって戸惑いますよね。 1たす x の m 乗っていう式が、えー、k イコール0から、えー、と m までの mck の x の形状の両辺を x で積分するんですねでこの積分が、えー、と数2の範囲だとちょっとできないかなと思うんですね積分をするとえっ、ー、と m プラス1分の 1> 1 x の m 1乗まあ合成関数の微分法知らないとこの積分ができないです,ですけどもでえっ、ー、と k e q 0から m まで mck の、えー、と k プラス1分の、えー、と x の k プラス1乗で足す c って出てきますけどえっ、ー、と明らかに x0 代入した、えー、ときにえっと左辺は m 分の 1m プラス1分の1になるんですねだから C はまあ積分定数としてこうやって C って書きたいところですけどこの C はもう完全に決定してしまって、えー、M プラス1分の1でないと高等式になりませんというわけでこういうふうな式ができるわけですねというわけで、えー、とこれについて解けばこれについて解けば真ん中について解けばですね傾ゼ0から M までの、えー、MCK の k す 1>, 1分のえっ、ー、と x の k たす1乗は、えー、m たす1分の1足 x の m たす1乗マイナス1という式ができます。まあこれにその x にえっ、ー、と1とか代入していくってことですね。はい、括弧一番はまあえっ、ー、と m イコール n で x イコール1を代入と。 そうするとえっ、ー、と m が n ですから k イコール0から n までのそれから nck の、えー、k たす1分の、えー、と1ってなりますねだからえっ、ー、とかっこ1の形ができますでえっ、ー、と2の n たす1分の2のお n たす1乗をマイナス1という式ができますね これが答えですねはい2番にいきますえっ、ー、と2番は、えー、マイナス1の形状ってなってるのでここに、えー、マイナス1がついてますよねってことはここにマイナス1を代入してあげればえっ、ー、とマイナス1の形たす1乗が出てくるので、まあ、マイナス1をかけてあげなきゃいけないですね1個で余分なものがついてるので マイナス1をかけて、えー、とひっくり返せばいいってことですね。ということで、えー、シグマの k イコール0から、えー、と n までの、えー、k タス1分の、m、えっ、ー、と nck のマイナス1の形状かけるマイナス1と。これが、えー、と x にマイナス1を代入したので m プラス1分の 1マイナス1の m プラス1乗マイナス1でここ0になっちゃうわけですね。ここが消えて0になっちゃうのでマイナス1が出てきます。つまりマイナス m プラス1分の1という形になってこのマイナスを消せばいいわけですね。というわけで、かっこにはシグマの k イコール0から n までの k プラス1分のマイナス1の形状。 n ck と,というのは n+1 す分の1ということになりますあここ m じゃないですねここ m になってますけどえっと n です n+1 足す分の1ですねいいですかはいでは3番に行きますえー、っと3番はこれえっと 2n になってますよね こここをどうう処理したらいいいかということです。す 2K になってますよね。つまり偶数項のところのコンビネーションの方は偶数項で分母は奇数項なわけですでえっ、ー、とまあこれちょうどその、えー、と1、えー、と足された部分になってるわけですけどよく見るとこれ k に対して k たす1足されてるわけですよねこっちもここ足されてるわけですで1番と2番をこれ合体させると マイナス1の部分とプラスのところでちょうど消えてえっ、ー、と例えばその奇数項だけを残すってことができますよねだからえっ、ー、とその 2n までの和をえっ、ー、と足し算すればいいんです1番と2番をそうすればえー、その分母が奇数のものだけが残るというわけですねつまりえっ、ー、とシグマの k イコール1から 2n までのえっとかっこ1のワですね 2nck の k たす1と、えー、k イコール1からあ0からですねこれ0から 2n までの、えー、k たす1分の1のマイナス1の形状の 2nck でこれ足すと えー、k が、えっと、奇数のところがえっとえっと偶数のところがちょうどそのプラスで残るわけですけどえっとここが偶数のところは残るわけですよね。マイナ,マイナス1が、k えっと、偶数上されて残る。ってことはここが奇数のところだけが残るってわけです。というわけで。 えー、これは結局えっ、ー、とシグマの k イコール0から 2k2n までの n までの,の 2n+12k+1 っていうふうに、えー、と分母が奇数のものだけ残ることになります 2nc の 2k ですねでそれがえっ、ー、と2倍された形になるわけですというわけでえっ、ー、と前半のこの 答えですね。括弧1の答えに 2n を代入したものそれから括弧二2の答えに、えー、2n を代入したものでそれがそれぞれここに来るので、えー、2n たす1分の、えー、2の 2n たす1乗マイナス1ですねこれ括弧一1の答えそれからプラス、えー、2n たす1分の1ということで 2n たす1分の2の 2n たす1乗というのが答えということになりますただしここに2があるのでこの2を取らなきゃいけないですねというわけでこれを2あ4の n 乗というふうにしたおいた方がいいかなと思いますねこれで2を約分して結果 k=0 から n までの 2k+1 分の 2nc2n2k ですねこれは 2n+1 分の1分の4の n 乗というのが答えになるというわけです。3番はね、えっと、1番と2番組み合わせて解く問題ですけども。 まあ組み合わせ解けるっていうことに気がつければそんなに難しくないかなと思います。えー、これ理系の問題ですけどねまあ割合とそうですね標準的な問題でこれ大,数大学院の数学にもこの1番の形ですねこれ乗っかってるのでえー、手法として解いたことある人多いと思うんですけれども、えー、だからこれヒントとしてねこれ乗っかっていますけどねこれなくてもできた方がいいかなと思います。この式がなくてても積分をして えー、この k+1 分の nk c っていう形が作れるっていうことは、えー、覚えておいておいた方がいいと思いますね。これ、えー、と偶然かどうか分かりませんけど2013年度にも横浜市立大学で似たような問題が出てるんですね。という、えー、シグマ計算のは同じ二項展開ですねを,を求めさせる輪が出てます。 でもちろんこれその積分使って解くこともできるし、えー、とまあ責使わなくてねあの通常の二項定理に、えー、とプラスマイナス1を代入して、えー、引き算することでもできるんですけれどもまあそうですねえっ、ー、と10年も経たないうちに似たような問題が出されてるっていうのはまあ出題ミスかなあるいはまあ過去の問題を えーとチームで作ってるので、ね、あの見てなかったのかなっていう気がするしますね。まああるいはその意図的に作ってるっていうことも可能性としてないわけじゃないと思うんですけどあまりにもその似ていすぎてちょっとなんかその資材ミスっぽい感じがしますねこれはね。えっ、ー、と2013年の理系の問題でこの類題が出てるということですねほぼ同じような問題が出てるということです。 はい。というわけで、えー、2005年度の横浜市立大学の入試問題でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは失礼いたします。